はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書5章テスト対策やっていきます。で、今回はこのね、複雑な形のね、面積と周の長さの問題を2問やっていきますので、まずここで1回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回2問あって、個人的には2番の方が簡単だと思います。あえて1番難しいを持ってきたんですけど、で、この形、まあ、特徴的なね、この形がありますと。で、この色のついた部分の、まず面積からやっていくんですが、これ、例えばこうなんか、さつまいもみたいなやつ、この形あるじゃん。で、これが4つ分あるんで、もし、このさつまいも1個、さつまいも1個、面積が出せれば、4倍すれば終わりなんだよね。でも、こんなね、さつまいもみたいな形、いきなり出せないんですよ。で、この形どう解くかっていうと、自分は切ります、半分に。こうやって。で、これ本編の方も多分動画で違うね、ちょっと似てる問題で一問やってるんですけど、半分に切った、もうどっちでもいいんだけど、まずじゃ上からいこうか。ここを出します。自分はね。で、そうすれば、これ半分に切ってるんで、もしね、上の面積、このさつまいもの上半分がじゃあ5だとするじゃん。5ね。そしたら、このさつまいも1個はそれ2倍なんで10ってわかる。10ってわかればそれの4倍だから、40って感じで解くことができます。だから、この問題はいきなりね、この4つの場所の面積出そうぜって考えるんじゃなくて、1箇所のさつまいも半分に切ったやつ出しに行こうぜって。ちょっと話を変えるといい。で、この赤の部分、どう出そうかなって、そこの工夫を考えていきます。で、その出し方はですね、まあ、基本的にこういう複雑な問題ってのはよくパズルゲームって自分言うんですけど、パズルみたいな感じで考えます。で、どう考えるかっていうと、今、赤でなぞったこの部分、まあ、扇形の1個ですよね。で、この面積、ちょっとこっち上書こっか。今なぞったこういう扇形、ここからこの三角形の面積、この三角形ね、ここを引いてあげれば、まあ、パズルちょっと考えてほしいんですけど、この扇形からここ切って三角形パコって取ってあげればさ、さつまいもの上半分残りますよね。つまり、この扇形の面積から、この三角形の面積引けばいいじゃんって。いい？それで、さつまいもの上が半分が出ると。じゃあ、まず扇形から出しに行きます。で、これなんですけど、まずここの長さ。全体8なんで、ここは4になります。半分の4ね。つまり、半径4です。で、まあ、扇形は半径かける半径かける π かける360分の中心角で出すことができるんですけど、これ、まあ、もちろんそれでもいいんだよ。それでもいいんですけど、この形ってもともと、ちょっと書けなかった。綺麗な円があって、綺麗な円っておかしいな。円があって、4つに切ったうちの、1つなんだよね。まあ、90度に切ってるからさ、ここ。ここ90だから、ここね。だから、円の面積を4分の1って考えてもいいわけ。まあ、どっちでもいいんだけどさ、360分の90で解いてももちろん構わないんですけど。だから、まあ、半径4の円の面積、半径かける半径かける π だから、四四16で 16π ね。全体ね。で、16π を、書くか。16π。これ円の面積です。こう円ね。かける、4つに分けるから4分の1をするの。いい？まあ、もちろん割る4でもいいけどね。だから、この 4π っていうのが、これがまず扇形の方。パーツ1、こっちね。ここが 4π。で、三角形の面積出しましょうと。で、三角形は、底辺かける高さかける2分の1で、今、ここ、4だし、ここも4です。両方ともね。だから、底辺かける高さで16。で、割る、かける2分の1するから8ですよね。こいつ面積8になると。つまり、今、このさつまいもの上の部分っていうのは、この扇形、4π から8を引いたものなんで、この形ね。こいつは 4π-8 とこう面積がなります。いいかな？
で、間違っちゃいけないのは、こっち π ついてて、こっち π ついてないから、これ計算できないからね。これで OK だから。ここからいじっちゃダメだよ。で、話を最初に戻すと、このさつまいも何個分、まあ、さつまいもの半分の何個分か。ここを2倍、まあ、1、2、3、4、5、6、7、8。8倍すれば、青全部の面積になるので、こいつを8倍して、8、32。パイ、マイナス8パ。うん、8パって言ったからね。6でしょ。64となって、これが答えになります。まあ、単位をつけるなら平方センチメートル。ですね。これで面積終了です。おそらく今回今面積周って4つ出しますけど、これが一番難しいです。きっと今回のこの動画の中ではね。いいかな。で、次は周の長さです。で、これは簡単です。で、周っていうのは、この色塗ってあるところの周りの長さ、全部ですね。つまり、まあ、なぞると全部わかるんですけど、一個、外側なぞった時って、ここ、円ですよね。で、なんとなくね、ちょっと気づいてもらえてるかもしれないんですけど、ここと、ここと、ここと、ここ、全部くっつけると、この円と全く同じです。なぜかっていうと、この長さ同じ。この長さ同じ、この長さ同じ、この長さ同じなんで、結局、中のやつを全部くっつけても、外の円と同じなんです。円周と。だから、今回の周の長さっていうのは、ちょっと待って、俺書きすぎた。ごめん。インクが、あのね、黒の上に書いてしまったんで、霞んでしまった。入ってるかな、周。あ、大丈夫ね。だから、まず円周出しますよね。で、この円周っていうのは、円の、あと円周は直径かける π です。公式ね。直径かける π。で、直径はここですよね。ここ。これ8センチです。だから 8π ね。あ、直径かける π で 8π。これが円周1個分。で、それを2個分にしなきゃいけないから、やべ、インクがやべ。2かけて、8216π。で、まあ長さだったらね、単位はセンチメートルになります。で、これで終了です。こっちは気づけば簡単だよね、円周に関してはね。では、2番行きましょう。で、こっちはですね、まず、普通に解きます。普通に解くって言い方もおかしいですけど、で、終わった後に、まあ、技というか、もしね、よかったら覚えておいてね、っていうのを紹介して終わる感じでいきます。で、まずこの面積、まあ、この形もね、青のところ、こんな変な形はいきなり出せません。だから、パズルを考えます。で、どう考えるかっていうと、これも、まずここ、外側のね、さっきと同じです。なぞっちゃうか。ここですね。この扇形から、この円の部分、半円か。円の半分だね。こいつを引き算して求めていきます。だからそれぞれ面積を出せばいいと。で、まずこっちから行きましょう。で、これさっきと同じく90度なので、円の4分の1でいいかなと思います。で、今半径がここ12なんで、普通に書いちゃうと、こっちでいい？半径かける、半径かける、π かける、4分の1、円の4分の1ね。もしくは360分の90でも同じです。まあ、4分の1になるからね。で、12かける12って144なんですよ。で、144を4で割ってももちろん構わないんですけど、もしテストの時とかちょっと楽をするんであれば、これ144にしなくて、ここ先に約分しちゃえばいいんだよね、こうやって。そうすると 12×3 って暗算できれば、これ 36π ってすぐいけますんで、いや、すげえ細かいことなんですけど、まあ、もしよかったら使ってみてというかやってみてください。で、36π ね。で、次、半円です。で、半円は、まあ、名前の通り、円の半分。これ下にこうやって円があるからね。だから円の面積出して、さっきは4分の1しましたけど、こっちは2分の1したらいいじゃんっていう感じ。だから、よいしょ。これ、気をつけなきゃいけないのが、こっちはもともと、こういう円。いいかな？ちょっと長く書けないけど、こういう円。だから半径12なんですけど、今、ここって全体で12じゃないですか。ここね。ここ12。でも、この円の面積、半径6になるからね。こいつの半径はここだから。だから間違って12を使わない。それちょっとね、細かいミスなんですけど、気をつけてください。なので、半径6なので、半径インクかける、半径かける π かける、半分だから2分の1です。で、まあ、これは6636でも全然やっても構わないですけど、こうやってやって6318。
つまり 18π と。だから 36π 引く 18π をして、ごめん、そっちで全部計算してしまった。して、これは π と π がくっついてるんで、そこにくっついてる数字、36引く18をしてしまって構わないです。こいつは x と同じような扱いで考えると楽です。計算の時はね。だから36引く18して、18で忘れずに π をつけましょう。で、単位をつけるなら平方センチメートルと。これで面積終了です。で、もう一個周行きましょう。ちょっと詰めてるのは最後のおまけで言いたいことがあって、ちょっとスペースを取りたくてね、ちょっと開けてますけど。で、周に関してはさっきと同じで、周りの長さ全部です。で、まずこっから出しましょう。まあ、どっからでもいいんだけど、ここね。で、これは、ま、さっきと同じように考えると、こいつの扇形の、ここの、まあ、この長さって考えられます。で、それでもいいし、円周ね、もともと円が大きくあったからさ、円周の4分の1でもどっちでも構わないんですが、ひとまず、周を使うので直径です。今、これ12なんで、こいつの円は直径24。つまり、24×π、直径 ×π ね。かける、360分の90でもいいし、円を4つに切ったうちの1個だから4分の1でも OK でしょう。1個ずつ出すか。で、これ約分すれば 6π。今、ここね。これが 6π になりました。で、次です。次は、ここと、次こっちだね。円周。あ、円周じゃねえや。周の長さ、ここだね。で、ここもさっきと同じです。こいつのここ。の長さを考えればいいので、まあ、円をね、まん丸考えた時に半分だけ、だから2分の1で割れば、いや、2分の1をかければいい。っていう感じで考えられるから、直径今度12ね、ここ。なので、直径かける π かける半分ね、円の半分だから2分の1。ってやって6、π とこうなります。で、すごく、まあ、もったいないミスというか、たまに出てくるミスなんですけど、この形ってすごいよく出てくるんですよ。テストとかで。結構出されるんですけど、その時に、周の長さ、出すじゃないですか。周って、まあ、周り全部なんで、ここと、ここ出して、よっしゃーって。で、6π、6π 足して、12π 周よってやって、罰を食らうっていう。すごいもったいないんですけど、周って、ここと、ここと、ここだからね。こうね、まっすぐを忘れがち、直線を。で、そこをどうしようかなって思うんですけど、これ普通に12だから、この長さ。12でしょ。なので、6π と 6π と12を足せばいい。で、さっき言ったように、6π と 6π 足すと、12π なんで、まず 12π でしょ。これが、ここと、これの分。で、それに右側の12を足すから、プラス12。で、さっきも言ったように、π がついてるのとついてないのは計算できないので、これで終了です。センチメートル。これ 24π とかするとバツくらうからね。ギリギリかな、下見えるかな、ちょっと俺の線が曲がってんのか。こうすれば多分映る。ギリだね、OK。といった感じです。で、これが普通の解き方。そう。解き方なんですけど、で、何かっていうと、これほんとここからおまけなんで、全然、頭の片隅から、置いといてほしいですけど、どっか飛ばしちゃっても構わないです。あーはは、そうなんです、はいはい、みたいな感じでもいいんですけど、この形、その、円の、その4分の1のやつと、半円が、こう、くり抜いたこの部分。まあ、この形よく出てくるんですが、これの面積って、面積ってね、8分の x2 乗で求めることができます。8分の x2 乗。x って何かっていうと、ここの長さ。まあ、半径ですよね。まあ、その外の部分で考える半径。で、今回12じゃないですか。で、122乗するんですけど、まあ、2乗して144ね。で、それを8で割るんですよ。そう。割る。あ、これじゃあ π つけてもね。π 忘れちゃった。π。で、すると8分の144って18なんですよ。だから 18π で終了っていう面積。いや、これ本当にね、いや、もうおまけで大丈夫っす。あ、もしよかったら使ってください。この形よく出てくるんで、そう、覚えておいてもらえるといいかなと思います。あともう一個が、この長さ、まあ、さっき出しましたけど、ここのカーブと、この長さ同じになるんですよ、絶対。だから 6π、6π は同じなんですよね。そう。片方出してしまえば、こっちは出す必要ないんです。やんなくても。まあ、そんな時間取られることじゃないんで、気にしなくてもいいんですけど、この形が出てきた時に、外側のカーブとこのカーブ同じだよねって、
で、計算してみたらなんかどっちかずれたと。8π と 6π みたいな。そしたらどっちか計算間違ってるんで、そう、それでね、なんか、ケアレスミスを減らすとかもなったらいいかなと思います。ほんと細かいことなんですけど、まあよかったら覚えておいてください。では、今回は中学校、締め方間違えた。今回はこの2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。最近自分のことを知ってくれた方が昔の動画を見た時にあまりにも喋り方とかテンションが違くて本人かどうか疑いますみたいなねコメントがあったんですけど、安心してください。本人なんで、ちょっとね喋り方とかだいぶ違うんですけど、気にせずよかったらそのままね使ってみてください。よろしくお願いします。